長い経過の中で特にあの周りの方に至ってはですね、やはりあのもう治療をやった方がいいんではないかなっていう気持ちは思ったと思います。しかしあのまああの何つってもあの大内さんの場合あのご家族の方々が最後の最後まであの希望を捨てられなかったっていうのはですね、まあ、私たちを支えていただいたくれたその一番大きなあの原動力となったと思います。面会に訪れた家族の言葉です。母は息子の名前を呼びかけました。父は耳元で語りかけました。大内さんの血液の中で新たな事態が起きていました。アメーバのように広がるのは免疫細胞です。体に侵入した細菌やウイルスなども退治します。それが異常をきたし正常な白血球などに襲いかかっていました。輸血と血液を増やす薬の投与が繰り返されました。で、白血球はどんどん下がっていく。でも最後はほとんどゼロに近い状態にまた戻ってしまったんですね。でそんなこともあってもう打つ手がない、本当に最後はもう本当に打つ手がないなっていう、まあ閉塞状態って言いますかね、何とも言いようのない気持ちですよね。その、前にも進めない、後ろにも下がれない。かといって何かいい方法、解決策があるわけでもないっていう、全く手詰まりの閉塞状態っていうのは正直な気持ちでしたね。異常をきたした免疫細胞は妹の細胞が作り出した白血球まで攻撃していました。被爆81日目の夜、前川医師は大内さんの家族全員を呼びました。今度心臓が止まってももう蘇生措置はしない方がいいと思う、前川医師は説明しました。その時にはもう何もしないでくださいということをおっしゃいましたので、でそれでまあ、あのそれは関係する医療スタッフには徹底してですね、まあ心臓が止まっても今度はもう心肺蘇生をしないということになりました。家族は言葉少なに部屋を後にしました。その翌日、奥さんは大内さんに語りかけました。2000年は越してほしい。家族は待機室で鶴を折り続けていました。その数は1万羽に達しようとしていました。
被爆83日目、奥さんは息子を連れて大内さんの元を訪れました。この日初めて顔のガーゼを外して面会しました。小学生の息子が父親に呼びかけました。その時だけ奥さんが泣かれて、私の見る限りではね、奥さんがその時だけ泣いちゃって、なんか多分泣いてるのも我慢しながら泣いてるんですよね。我慢しないでって思ってた。その日の夜、大内さんは息を引き取りました。大内さん、家族、そして医療チームの83日間にわたる戦いは終わりました。人間の体を内側から壊していく放射線被爆。放射線の影響は大内さんの体の隅々にまで及んでいました。大内さんの筋肉の細胞です。放射線の影響を最も受けにくいとされています。しかし大量の放射線を浴びて筋肉の繊維はほとんど失われていました。その中で一つだけ筋肉がきれいに残っていた臓器がありました。心臓でした。心臓の筋肉だけは放射線に破壊されていませんでした。どうしてなのか、もちろん違いはあるわけですけれども、心臓が大丈夫で他の筋肉だけがやられていく、いろいろ文献を調べても今のところよく分かりません。放射線の影響なのか、薬剤ですね、いろんな治療の影響なのかもいろいろ議論をしましたけれども、両方の意見がありまして、私もまだ結論は出ていない。ただ事実としてはそういうことがありますので、今後もやっぱり医療の一つのね、考えるべき点かなというふうには思っております。体中の細胞が壊される中で大内さんの心臓は生き続けていました。医師や看護婦たちが懸命に大内さんの治療を続けてきた救急部集中治療室。その日々は医療チームの一人一人に今も大きな問いかけを残しています。
まあ、今回のことでやっぱり感じるのはやっぱり、人間の作ったものはですね、まあ、一歩間違うととんでもないことになるなと。そのとんでもないことも本当に我々医師が一回の医師が何ともしようがない。たとえどんなその最新の技術や機器を持ってしてもですね、とってもとても太刀打ちできない、まあ、破滅的な影響をもたらすんだなっていうことは実感しましたですね。